オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は大輔先生です。それではどうぞよろしくお願いします。 Bonjour à tous, c'est 大輔。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日トルコのイスタンブールに行ってきました。これまでに何度か乗り継ぎでイスタンブールのアタチュルク空港を利用したことはあるのですが、空港から出るのは初めてだったのでとっても興奮しました。イスタンブールは黒海と地中海を結ぶボスポラス海峡を挟んでヨーロッパ側とアジア側に分かれていて、東洋と西洋の文化が入り混じったとっても興味深い街でした。ブルーモスクやアヤソフィア、トプカプ宮殿や地下宮殿などどれもとっても素晴らしかったのですが、イスタンブール滞在中ずっと気になったことがあります。フランス語を勉強している人なら多分イスタンブールに行くと気になるんじゃないかなということなのですが、なんだかわかりますか？正解はトルコにはフランス語と同じ言葉がたくさんあるです。トルコ語はテュルク諸語と呼ばれる中央アジアから黒海沿岸諸国で話されている言葉の一つで、アゼルバイジャン語やトルクメニスタンやアフガニスタンなどで話されているトルクメン語などと似た言葉です。本来はフランス語とは似ても似つかない言語体系なのですが、街中を歩いていると妙に聞いたことのある言葉をやたらと耳にしました。それも世界共通で使われているインターネットのような言葉ではなく、明らかにフランス語でしか耳にしないような言葉です。例えばエレベーター、フランス語ではアッサンセルと言いますが、トルコ語でもアッサンセルという言葉が使われています。また窓口、フランス語ではギシェと言いますよね。トルコ語でもギシェ。他にもいろいろありますよ。ストライキのグレーヴはグレーヴ、ソーセージのソシスはソシス、お城のシャトーはシャトー、シャワーのドゥッシュはドゥッシュ。綴りこそ違いますが、ほとんど同じ発音で、しかもどう考えてもフランス語が語源だというものばかりですよね。実は東洋と西洋がぶつかるトルコには外来語がたくさんあります。アラビア語やペルシャ語から入った借用語が一番多いのですが、お隣のブルガリア語、ギリシャ語の借用語もたくさんあります。そして驚きなのが、少し離れた場所にあるフランス語からの借用語が非常に多いんです。フランス語に惚れ込んでいたアタチュルク大統領がフランス語から言葉を拝借してトルコ語に取り入れたとフランスのトルコガイドブックに書いてありました。なんとも個人的な理由ですけど、
そのおかげでトルコ語がわからない僕でも文字を見ればなんとかわかったので、アタチュルク大統領には感謝しています。ヨーロッパのような、中東のような、そしてアジアのような、とっても不思議なトルコ、また行ってみたいと思います。皆さんもぜひ行って、フランス語が語源のトルコ語探し、ぜひしてみてください。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。今回はフランス語を話すときには欠かせない尾母音を分かりやすくご紹介します。そして第2部はアンサンブル講師アンジェラ先生のご紹介です。それでは早速フランス語レッスンを始めましょう。今回はフランス語と同じ発音の言葉があるトルコ語からの流れで発音についてお話しします。さて、アンサンブルアンフランセですが、フランス語で正しく発音すると少し違う発音になることをご存知でしたでしょうか。アンサンブルアンフランセ、ほら、どちらかというとオンソンブルオンフロンセに聞こえませんか。これはフランス語独特の尾母音という発音が関係しているのですが、今日はその尾母音についてお話ししようと思います。尾母音は鼻という文字が表しているように、鼻に抜けるように発音する尾母音のことで、オン、アン、アン、オンの4種類あります。う、ん、う、ん、あ、ん、あ、ん、という綴りの時の、オン、い、ん、い、ん、う、い、ん、う、い、ん、あ、い、ん、あ、い、ん、Y, N, Y, M という8つのパターンの綴りの時の、アン、U, N, U, M という綴りの時の、アン、そして、O, N, O, M という綴りの時の、オン。どの尾母音も綴りに、N、M が含まれていますが、口は動かさずに開きっぱなしで、オンやオンと発音します。Ensemble en français に出てくる尾母音は4箇所。すべて同じ音のオンです。このオンの発音がなかなか難しいですよね。アンとオンの中間のような曖昧な音で、レッスンでも実はよくわからず発音していると言われる方が非常に多いです。実はこの問題は発音記号を確認すると驚くほど簡単に解決するんです。アンの発音を確認する前に、まずはフランス語のアの発音を確認しましょう。フランス語には2種類のアという発音があります。ご存知でしたか？普通に発音するアと、喉の奥で発音するくぐもったア。発音記号は、普通に発音するアは、上が飛び出している小文字の A。喉の奥で発音するアは、上が飛び出していない小文字の A です。喉の奥で発音するアは、タシやマのように、
アーの上にアクソンシルコンフレックスと呼ばれるアクセントがついている単語によく見られます。厳密に言うと違う発音なのですが、現在ではほとんどのフランス人は普通のアで発音していて、辞書によっては普通のアで統一して書かれているものもあります。さて、ensemble en français の尾母音 en の発音記号は、この喉の奥で言うあを使っていて、上にニョロニョロっとした尾母音マークがついています。喉の奥で言うあに尾母音のんをつけてくださいね、というわけです。早速やってみましょう。まずは喉の奥であと言ってみましょう。あ、あ、あ。練習の時はできるだけ大げさにやってみてくださいね。そしてそのあに口を開けたまま発音する尾母音のんをつけます。オン。ほら、アンとオンの中間のような曖昧な感じの音に聞こえませんか？オン。あくまでもアンと発音しているのですが、喉の奥でくぐもった声でオンと言っているのでオンに聞こえるわけなんですね。では早速このオンを使ってアンサンブルアンフランセを言ってみましょう。アンサンブルアンフランセ。もう一度。アンサンブルアンフランセ。いかがですか？上手に発音できたでしょうか？EN、EM、AN、AM が出てきたら、例外やその他の発音ルールが当てはまらない限りは、基本的にはこの発音ですので、どんどん挑戦して発音してみてください。さあ、他の尾母音についても話したいところですが、今日はここまで。気になる方は、ぜひアンサンブルのレッスンを受講して先生に聞いてみてくださいね。宣伝宣伝。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では2月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているアンジェラ先生を私野瀬雄介がご紹介します。2014年からフランス語講師として活動されているアンジェラ先生、明るく親しみやすい印象ですが、講師としては高い技術を持ち、テンポよく無駄のないレッスンを行います。即興で提案してくれる話題や練習問題も内容が新鮮でワクワクした気持ちになり、学習のモチベーションが上がります。レッスンは最大限フランス語のみで行われますが、
どうしても必要な時は日本語や英語での説明も可能ですので、安心して有意義なレッスンを受けることができます。実際に受講された生徒様からは、とても明るい先生、会話が弾み、あっという間にレッスン時間が過ぎました。フリートークのレッスンでしたが、こちらの会話力や趣味に合わせて楽しくレッスンを進めてくださいましたと大変ご好評いただいております。気持ちが明るくなるアンジェラ先生のレッスン、ぜひ一度ご受講ください。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。皆さん、はじめまして。アンサンアフランセのアンジェラです。自然や良好、哲学、武道などに興味あります。一緒に楽しくフランス語を勉強していけませんか？お待ちしております。 Bonjour, enchanté, je m'appelle Angela et je suis professeur à Ensemble en français. Donc j'aime la nature, les voyages, la philosophie et les arts martiaux. Donc je vous attends pour apprendre le français ensemble tout en s'amusant. À bientôt! メッセージからも講師の人柄が伝わってきますね。モチベーションが上がるアンジェラ先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。